こんにちは。今日はですね、芸工大の中にあるカーシェアをご紹介したいと思います。今日僕カレーライスなんで、お昼が、明日はお蕎麦を食べに、ちょっとですね、大学の裏山にあるお蕎麦の名店に行きたいので、カーシェアを予約したいと思います。僕は会員になっているので、トヨタカーシェアのホームページに行くと、もうここに芸工大が出ます。これ芸工大の学生と職員限定で、ここに2台あるというふうに現れます。ここを押します。そうするとトヨタのビッツとボクシー、大きなやつですね、が、空いてる状況が分かります。明日は学生を連れて行くので、大きな車を借りたいと思います。まずちょっと空き状況を見てみます。お、明日は21日空いてますね。じゃあここのお昼を借りましょう。21日のじゃあ12時半ぐらいから借りようかな。で、返すのは授業の前なので13時50分にしようかな。15分刻みですね、これね。じゃあ一応14時返却にしておきます。完了で検索すると、明日その時間借りると1500円で出ました。ドン、車両を決定します。で保険に入って次へ。保険を入れて1830円ですね。同意します。予約、パスコードを入れて、何だっけパスコード、俺入ってかな。パスコード入れました。取れました。これで明日学生と裏山にお蕎麦を食べに行きます。うん、カメラカメラ。じゃあみんなでお蕎麦を食べに行こう。利用開始にします。これで僕が登録した車のアンロックができます。やってみます。おお、車が来ました。どうぞ乗ってください。で乗り込むと、このあとはエンジンスタートを押すだけです。ブレーキ踏んでエンジンかかりました。それで僕がこれから時間まで借りることができます。じゃあ出発しますか。なんか言えお前。お腹空いてますか。お腹空いてます。はい、右方向です。芸工大のこっち側に来たことがないです。確かに初めてかもしれない。こっちが面白い。山すっごい美味しい秘密の焼肉屋さんもあるし、秘密の焼肉屋さん、秘密というかあんまり知られていないけど、名店があったり、ただこれから行くお蕎麦屋さんもすごくひっそりと綺麗な庭園があって、山の中でお蕎麦食べてるって感じがする。あ、西蔵王公園ってすごい綺麗な公園もあるし、つい行ってない？めっちゃ夜景綺麗なところですか。あ、それ夜景が見えるところもあるけど、あと蔵王温泉なんて車借りて登ったら20分だよ。温泉行きたい。確かに蔵王温泉もあるし、 冬は雪なので3、40分かかるけど、すぐスキー場と温泉街がある。なんかどうして知らないの。興味ないの、あんま近所のこと。興味はあるんですけど、なんだろう。大学生のうちにいろいろ旅をしたら楽しいじゃん。近所、裏山だけでもそれだけある。車ないとなかなか行けないっていうのがあった。だからか。もったいないよ。綺麗。大学生活が便利になり
だね。あと半年しかないからさ。そうだね。いっぱい使わないと。あ、今日午後から使いますよ。あ、そうなの、うん、今日午後から使うの。使います。あ、何に使うの。あの、みんなではないんですけど、バーベキューをするんで、それの買い出しとかで車使います。予約したんだ、はい、この車。あの、もう一個ちっちゃい方の。あ、ちっちゃい方なんだ、はい、ありがとうございます大学で敷地内にカーシェア作ったのは全国でも初めてだから。へえ。芸校生が車がないっていうアンケートがね、すごく多かった。入れてみたらね、ね、使ってアクティブになればいいかなと。ここ僕時々釣りします。このポイントで。たまに来てるんですか。何してんのって言われるとか。釣れますか、何か。釣れる釣れる。ヤマメとか。あ、イワナかな。綺麗。わあ、すごい。自然豊か。すごい山だね。まだ5分も走ってないよ。すごいでしょ。すごい。森ですね。じゃあみんな行こう。こっちです。はい、こっちです。はい、あ、こちらです。ちょっとここでどうですか。300号着きました。あ、じゃあ7号みんな、はい、じゃあ300号さん指差して、はい、あ、さ、着きました。じゃあお蕎麦をいただきます。はい、どうぞお入りください。ざる蕎麦のおもりくらいの量になります。ああ、じゃあ小盛り、小盛りを3つと、僕並盛りで、はい、のど越しのいいお蕎麦になります。はい、でこっちは山形県で採れた新品種のお蕎麦になります。あ、そうですか。まず3人初めてだっていうので、初めてはこっちですね。撮っときゃ、この写真でもいい。取材を受けてるから。ね、季節の天ぷらっていいよね。そういうの感じられて。わあ、お蕎麦町です。のポイントそば並盛りでございます。すごい、でかい。並盛りです。ありがとう。じゃあいただきます。いただきます。わさび入れる。ちゃんと入れます。美味しい。食べやすいよ。切れてて、うん、うまい。アスパラかな、うん、アスパラでした。美味しい、うん。どうですか、美味しいですか。美味しい、美味しい。よかった、よかった。どうぞ。
っぱい食べるのいいね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お、いい感じやね。で、まっすぐでしょ、ぴったしでしょ。すごく便利だなと思ったので、実際に自分も使ってみたいんです。まずは大学の周りから知りたいと思ったので、簡単に携帯で借りることができたので、実際に自分も使いたいなって思いました。次に学長を連れてもらえたことがあります。はい、ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。あのカーシェアね、あの大学の中にカーシェアを作るっていう、だいぶ苦労したんですけど、いろんな方のご協力で、それこそネッツトヨタさんのご協力もあって、こう今2台、今日1台どっか行っちゃってますけど、あの2台車がありますので、夏休みとかね、あのプライベートでも使ってもらっていいので、ぜひカーシェアを活用して山形のいろんな楽しみ方、またこの東北のね楽しみ方を知ってもらえばなと思います。ぜひ皆さん使ってください。